皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、こちらですね、極小サイズの外付けの SSD、 以前ね紹介したものなんですけれども、こちらを使って iPhone でねログ撮影してきた映像を見ていただこうかなと思います。前回のね動画ではこれのね組み立てというほどでもないんですが、 SSD を取り付けて、あとフォーマットしてテスト撮影というところまでねやったんですけれども、先日ですね、100万人登録者超えの車中泊系の YouTuber デンタンさんが香川県に来県されまして、でね、せっかくなので一泊ほど一緒にね車中泊してきたんですよね。でその時に丸亀市内なんかを案内しながら撮った映像なんかも含めてですね、いろいろと撮影してきました。でその時のね車中泊の動画はサブチャンネルの方にもうすでに上げているので、もしよかったらねご覧いただきたいんですけれども、今回はその時に撮影してきた映像を見ていただくのとともに、せっかくですのでね、カラーコレクションの仕方で、あと実際にこれね使って撮影してみてどうだったか、そういったところもね合わせてお話していきたいと思います。それではね始めていきましょう。はい、ではね最初にカラーコレクションの話をねちょっとさせていただきたいと思います。でログ撮影とかロー撮影ってなんかすごく綺麗に撮れるっていうのは聞いてるけど、ちょっとね難しそうだな、めんどくさそうだなっていうふうに思ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思うんですよね。で実は僕もそうだったんですけれども、何が一番障壁になってるかというと、カラーコレクションなんですよ。今から見ていただきますけれども、ログ撮影にしてもロー撮影にしても、何かこう色が抜けたような独特の灰色っぽい映像になるじゃないですか。であれを元通りの色に戻していくのがカラーコレクションですよね。で、その先にですね、自分好みの色に変えていく、追い込んでいくのがカラーグレーディングなんですけれども、とりあえずカラーコレクションまではやらないと、ちょっとね、作品として見れないんですよね。で、それがちょっと面倒だよな、難しそうだよなって思ってしまいがちなんですが、実はね、めちゃめちゃ簡単なんですよというお話を最初にしたいと思います。はい、これね、僕が使っている編集ソフト、ダヴィンチリゾルブなんですが、他のソフトはね、ちょっとわからないんですけれども、このダヴィンチの場合はカラーコレクション、すごくね、簡単なんですよ。で、今から見てもらうね、実際に撮ってきた映像がここにタイムライン、もう並べてあるんですけれども、ここですね、カラーというページに行っていただいて、で、これはもう色をつけてる状態なんですが、ちょっと外しますね。はい。大体ね、ログとかローで撮影すると、こんな感じの淡い色合いになりますよね。で、この映像の色を戻していく作業、カラーコレクションをやるわけなんですけれども、一発で変換できるんですよね。左下の方、ここにですね、丸いホイールが4つ並んでいますけれども、これね、プライマリーカラーホイールというのを選んでいます。まあ他にもね、いろんなタイプのものがあるんですが、僕はいつもね、これを使っております。で、これの左の方に、これですね、丸 A というアイコンがあります。これ自動バランスというふうに出ていますけれども、これを押してやると一発でカラーコレクションできるんですよ。ちょっとやってみますね。はい、押します。はい、色乗りましたよね。めちゃめちゃ簡単でしょ。で、もちろんね、シーンによってはちょっとね、薄すぎるなとか、ちょっと濃すぎるな、きつすぎるなっていう時もあるんですよ。ですので、そういう時は、あとね、このあたり、サイド、これを上げたり、下げたりしてやったりとかですね。あとまあコントラストなんかもそうですね。これで光の加減なんかを変えてやったりということで微調整してやると、もう本当にねカラーコレクションの段階まではねすぐにできると思います。めちゃめちゃ簡単ですよね。はい、ということでね、ログ撮影した後のカラーコレクション、すごく簡単だということを分かっていただいた上で、今からですね撮ってきた映像を見ていただきたいと思います。まずはですね、日中の明るい時ですね。これお堀に泊まっていた鳥なんですけれども、はい、丸亀城に行ってまいりました。で iPhone のねカメラ、明るい時には本当に抜群に良くて、さらにねログ撮影するともう一眼とね遜色ないぐらい綺麗に撮れます。これはね有名な石垣ですけれども、はい、展望台のようなところからね撮った丸亀市内の映像です。でこれがね天守閣なんですが、もう本当にね天気が良くて光が多くて、この時ねすごく綺麗に撮れております。
でまたですね、この天守閣の中に入った時の映像なんですが、暗いところからそっと明るいところを撮影してもですね、まあ、こんな風に綺麗に撮影できますよね。同じく天守閣からの丸亀市内の映像です。で天気が良くてね、対岸岡山も見えております。で帰り際ですね、またお堀のそばを歩いていると、今度はですね、白鳥ではなくて黒鳥が羽をね休めていたんですけれども、まあ、こんな感じで撮れております。まあ、明るい時はねすごく綺麗だなっていうのが分かっていただけると思います。で次にですね、暗い時ですね、車中泊の夜の映像なんですけれども、それもねご覧いただきたいと思います。この日にね作ったのが、まあ、豚しゃぶだったんですけれども、こんな風にですね撮れておりますね。まあ肉とね白菜なので若干色味にね、なんか寂しさがあるんですけれども、これをですね僕は生卵につけて食べたんですよ。でこの卵の黄身の色とかね、すごく綺麗に撮れてますよね。はい、ちなみにねこの食べ方めちゃめちゃ美味しいので試していただきたいと思うんですけれども、あとね締めにラーメンを突っ込んでですねラーメンを食べるんですが、このラーメンのね煮えた感触なんかもなかなかいいですよね。で香料が少ないんですけれども、まあまあね綺麗に撮れてますよね。でこれ撮影終わってからの車内の風景です。はい、ちょっとねフリッカーがありますけれども、こんな感じですね。はい、続いてね、一夜明けて朝朝食のシーンですね。でこれ入れたコーヒーと、あと向こう側にポットがあるんですが、ちょうどね朝日が昇ってきた時なので、逆光でねこういう風に写してみました。うん、なんかいい感じで撮れますよね。湯気の向こうに朝日が昇ってくる感じです。はい、であとね、まあ、山の頂上のすぐ近くの駐車場で車中泊したんですが、で山頂のね展望台に行っております。でぐるっとね、これ丸亀それから坂出市内の映像を撮ってるんですが、オレンジ色に見えるのがデンタンさんの車ですね。はい、でここでもですね朝日の逆光のシーンをね撮ってみたんですけれども、うん、なかなかね綺麗に撮れていますし、またね枝の細部まですごくねはっきりと撮れております。でこれはね遠くちょっと霞んでいたので色合い的にどうかなと思ったんですが、池があったりですね、あと太陽が昇ってきたシーンなんかすごくね綺麗に撮れていますね。でこれがね頂上の公園の全貌なんですけれども、こういったところでした。でね太陽を逆光で撮っていますけれども、iPhone の弱点としてはやっぱりねゴーストが出るんですよね。これはねちょっと iPhone どんなに綺麗に撮れると言っても大きなね弱点だと思います。はい、遠くにね見えるため池を映していますが、まあ、霞んでいるんですけども、こんな感じで撮影できております。はい、ということでね見ていただきましたけれども、どうだったでしょうか。まああまりね僕自身が大した撮影者ではないので、ちょっとね撮影例としては不十分かなとも思うんですけれども、かなり綺麗に撮れるっていうのはお分かりいただけたんじゃないかなと思います。でここからはですね、実際に使ってみて良かった点、気になった点をご紹介していきたいと思います。でまずね良かった点を紹介していきたいと思いますが、このね良かった点、なんといってもねコンパクトさなんですよ。本当にね使い勝手良かったですよね。というのはですね、ちょっと見ていただきたいんですけれども、まあ、前回のね紹介動画でも申し上げたんですけれども、この iPhone で最小構成の、まあ、道具で Apple Log で撮影したいというのが今回のテーマだったんですよね。で、この2つを使いました。で、このね SSD、この形がねとにかくいいんですよ。短いじゃないですか。まあ、横幅はあるんですけど、短いっていうのがやっぱりねポイントで、このコの字型のコネクタを使って、こういう風に取り付けるんですよね。で、そうすると、今つけているのがケースコーさんの iPhone ケースなんですけども、これ、マグセーフの部分がプレート状になっていて、こういう風にスタンドで出てくるんですよ。この状態で握り込んで撮影ができるんですよね。で今回見ていただいた映像も何パターンかはこれで撮っております。
すごく撮りやすいんですよ。ということで、もうこの構成だけでログ撮影ができる。めちゃめちゃ便利なんですよね。で、あと、しっかり撮りたい、長時間撮りたいときは、こういうですね、スマホグリップ。これがね、あると便利なんですが、この SSD が短いので、これも使えるんですよね。はい。こういう状態になります。当たらないんですよ。で、スマホで長時間撮りたいなというときは、やっぱりこの形になると思うんですけれども、ちょっと大きい、あるいは長い SSD になると、これがね、取り付けれないんですよね。で、そうすると、ケーブルを使ってどっかにね、固定するという風になって、装備がね、若干増えてしまうんですが、この SSD だと、もう本当にこれで OK なんですよ。ケーブルがいらないんですよね。これはめちゃめちゃ楽でした。まあ、しっかり撮りたいときは、こういう風なスマホグリップ。そして最小単位で撮りたいときはこういう感じ。これね、どっちにしてもすごくね、機動性があって、僕はね、抜群にいいなっていう風に感じました。あとね、撮影時以外でもこれね、SSD に収録するのメリットがあって、それはね、編集の時なんですよね。編集時にいちいちこの中のデータを PC に移し替えなくても、これをパソコンのポートに挿した状態で編集できるわけですよ。かなりデータ大きくなるので SSD にしてるんですよね。で、その大きなデータをいちいち PC に移さないといけないということになれば、これはちょっとね、またボトルネックになってしまうんですが、これをそのまま挿した状態で編集できる。これは本当にありがたいですよね。はい、ただね、気になった点もありました。で、それがですね、発熱なんですよ。で、実は撮影中はね、それほど気になりませんでした。まあ、さっき見ていただいてね、朝の撮影シーンなんかは、3度から5度ぐらい、それから夜の車内なんかはまあ10度台なんですけれども、寒いのでね、この季節そんなに気にする必要ももともとないんですが、実際こうやって触りながら撮影してもですね、あ、それほど暑くないなっていう感じだったんですよ。まあ夏場はちょっとね、わからないですけれども、それよりもですね、編集中なんですよね、めちゃくちゃ発熱します。で、先ほどね、ちょっと温度を測ってみたんですけれども、軽く40度を超えておりまして、50度近くまで上がっておりました。まあ、これがね、大丈夫なのかどうなのかっていうのはちょっとわかりませんし、またこのね、筐体が小さいので逆に放熱する面積が狭いんですよね。まあ、夏場の撮影、そしてあとね、編集時長時間差しっぱなしになりますので、そのあたりちょっとね、心配な点ではあります。まあ、ただね、今のところトラブルとか発熱によって、なんかえらくデータが遅くなったな、動きが重くなったなっていうのはないので、まあ、そのあたりの検証は今後ね、時間をかけてやっていきたいと思います。はい、ということでね、良かった点、気になった点を紹介してきましたけれども、今のところもう圧倒的に良かった点の方が上回っていて、これはちょっともうね、手放せないですね。で、あと今回ね、個人的な大きな収穫としては、車中泊動画、メインカメラは今映している S5 Mark II X で撮って、で、あとね、手元の、まあ、料理なんかのアップなんかをこうやってね、iPhone で撮っていたんですけれども、サブカメラ的に使っていたんですが、まあ、もともと iPhone って暗所撮影に強いですし、まあ、これはログ撮影だから綺麗に撮れたのかどうなのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、暗い夜のシーンでも、かなり綺麗に高精細に撮れましたので、もうはっきり言って、フルサイズのカメラなしで、全編 iPhone でもいいかなというふうにも感じました。で、そうするとね、狭い車内で、まあ、ルミックス割とコンパクトとはいえね、一眼のフルサイズのカメラですので、まあ、撮り回しいろいろ気を使うところがあるんですが、iPhone であれば撮影時の撮り回しめちゃめちゃ楽ちんなんですよね。もう撮影するカメラね、iPhone1 本にして、撮影時の労力を減らすという方向性も十分ありだなと、というふうにね、今回感じました。まあ、いずれね、iPhone だけで1本動画っていうのもやってみたいなというふうに思っております。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、前回ご紹介したこの極小 SSD を使って iPhone でね、ログ撮影、実際にやってきた映像と、あとね、分かったことなんかをね、ご紹介してきました。まあ、実際ね、これをつけることによって撮影時間がかなりで余裕できますし、カラーコレクションとか編集にしても SSD の方が早いですし、メリットしかないなっていうふうに僕は感じております。もっとね、iPhone を活用して綺麗な映像を撮りたいという方はね、この方法、ぜひね、試していただきたいと思います。この動画が参考になったよという方は、高評価、応援の意味を込めて押していただけるとすごく嬉しいです。また、チャンネル登録まだの方、ぜひね、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。